スノーボードスキーできるんですね。これ今日って今日ですよね。長野県ではまだ残ってるんですね。いや気持ちよさそうに泳いでますね。なんだか自分自身がスノーボードに乗っている気持ちになりますね。私ですか？禁句ですね。でもスキーはできます。スキーは中学校の旅行、修学旅行っていうんですかね、でスキー校外学習で教わったのでできるんですけれども、ちょっとスノーボードはねトラウマですね。私結構チャレンジ精神は大事にしてる方なんですよ。で大学生の先輩方にスノーボード誘われてゼミナールで行ったんですけれども、はい、ちょっと私だけできませんでしたね。腰をちょっと圧迫骨折してしまってからスノーボードはしないんですけれども、ただ見るのは好きです。スノーボードしている姿はかっこいいなって思いますね。こういう映像を送っていただくことで私も乗った気分になれるのでありがとうございます。では続いて